はい、コナンです。これやらやっていきたいなと思います。ギルド設立しましたガチ勢コナン組募集中です。特に条件はありません。まあ僕ね、無課金でやってるんで、まあ無課金でガチで楽しんでいくっていうね、人いいんじゃないでしょうか。さあ、まだねギルドメンバーね、そんなに集まっていません。まだまだ空いています。さあ、そして今日ですね、新たなハンターということで後藤清美がですね追加されました。まあこれね、待っていたというかね、ついに来たかということで、まあアニメでもねかなりの強キャラではあるので期待できる。で、さらに嬉しいことに配布と1体目は配布ということなんで、まずはこれをねちょっと育成して使っていきたいなと思います。ざっくりレベル85まで上げました。そしてさあ、このグレードアップもねやっていきましょうか。若さを取り戻したようです。さあ、でもこのゲームね、進化させてなんぼっていうところがあるんで、これブレイク使えるんだよね、しかもねこの後藤さん。なのでこれはちょっと光属性のタンクでブレイクが使えるということなんで、これは使いやすいんじゃないかと思います。そしてこの幸運のカプセル、地味に嬉しいよね。さあ、アイコンゲットです。さあ、そしてこの後藤さんにつけるアーティファクトなんですけども、まあざっくりですね、このホットサマーシリーズでいこうかなと思います。クリティカルダメージ、クリティカルがね強化されるんで、まあ後藤さんはですね、まあタンクとは言いながら結構ダメージが出る、なのでクリティカル上げてやると面白いんじゃないかなと思います。さあ、そしてアクセサリーの方はベテランでいきます。さあ、ちょっとねダメージに期待して、さあ、ディファクトのレベルもですねざっくり上げておきます。こんな感じでいきます。さあ、そして専用武器がまさかのこの武器なのかこれはっていうねこの武器なのかっていうのありますけども、使っていきましょうか。この信念と使命っていうね。さあ、そしてレベルもですねざっくり上げておきます。さあ、この武器もできればとつりたいところなんですけども、まあこれはねイベントやっていけばとつれるんでいいでしょう。まあ育成しながらやっていきます。さあ、ざっくり56ぐらいまで上げておきましょうか。さあ、これで戦力的には 75,894 ということで、さあ、まずはインスタンスダンジョンで呪われた巨人アイベルク。さあ、ここは光属性が水晶属性ということなんで、光でちょっと試してみましょうか。さあ、ここ結構いやらしいんだよね。さあ、タンクということでダメージは結構出せる。そしてブレイクゲージ削れるんで、まあ、このアイベルクみたいにねブレイクゲージがある敵に対しては使いやすいんじゃないかなと思います。さあ、このオレアラもですねだいぶ難易度が上がってきてですね、ちょっと落ち着いてついていけていません。まあできればこの後藤さんでちょっと3突ぐらいまで突りたいなと思ってますけども、ガチャ厳しいんだよね。どこまでレベルの。さあ、このトーテム魔力減少。トーテムを狙いながら、さあ、まずはブレイクゲージさえ削っちゃえばね、効率的に攻略しないと。
さあ後藤会長、まあ、今回の大型アップデートでいろいろ追加されましたね。まあ乙女、そして後藤さんのこの2体が新ハンターズ。こっちの番だ。復元回避からの先行の一撃。さあ行けるぞ。オレンジに来い。遊びはここまで。つまらない相手だ。さあこれで消えろ。残り35。お前を丸見えだ。無限回避からのここで後藤さん使ってブレイクゲージを削る。でこっからはもう一気に。残り8なので、やっぱり後藤さん入れるとだいぶ楽だ。来ましたね。悪くない戦いだった。さあなんとかね倒すことができました。さあ次にですね、光の攻防ワルカンでちょっと使ってみようかなと思います。ここは特に水晶属性ではないんだけども、まあ後藤さんがね、まあ、どれぐらいダメージが出るのか。さあ武器はですね、テティスメインでいきます。水属性のね SSR 武器。さあそして今までねハンターは水属性の、まあ、こんなパーティーでやってましたけども、ちょっと変更しましょうか。メイリンをですね後藤さんに変えて胸が高鳴りますね、いきたいなと思います。さあこれでブレイクゲージがね削りやすくなるので、うん、来るぞ。まあ今まで早手だけで削ってたんですけど、さああとはこの水城のスキルでブレイクゲージ削っていきます。テティスの怒り、やっぱりここに関してはテティスが強いよね。これで終わりだ。なのでまあアリシアとテティスの組み合わせがなかなかダメージが出しやすいんで。さあケルベロス、なかなかでも ケルベロスもノーマルはちょっとね難しいんだよね。さあ凍らせておいて、さあここはさあちょっと避けながら極限回避でかわします。さあそして凍らせておいて、さあブレイク、やっぱりブレイクゲージ削るのは早いですね。なのでこれからちょっと後藤さんがねブレイクゲージ削るのをメインでね使っていく感じになるのかなと思います。消えろ。さあこれでこれで終わりだ。さあここはちょっとかわしていきます。さあかわしておいて、さあ凍らせて、さあそしてここは横に走ってかわしていきます。今回のこの後藤さんなんですけども、リークの時点ではかなり弱いっていうね前評判だったんですけども、その後、まあ、情報修正で かなり強キャラになりましたね。で、まあ、実装後に、まあ、バフも強化されてかなり火力も出るようになったんで。さあここは
これ終わりだ。さあここはちょっと回りながら極限回避を使っていきます。こっちの番だ。まあ、ちょっと時間があるんで攻撃が収まってから攻撃していきます。さあ残り1分で、やっぱり後藤さん入れた方がダメージ出ますね。効率的に攻略しないと。さあ残り12。まあ、今までメイリンでやってた時よりもかなり楽に倒せます。さあこれでいったんじゃない。相手だ。消えろ。さあ行きましたね。ちょっとこれはメインのアタッカーとしてもちょっと育成して使っていったら面白いんじゃないかなと思います。